じゃあ今日もロボティクスノーツエリートですか、やっていきたいと思います。ジルバラ一本勝負やる。好きですね。うちが勝ったら本当に言うこと聞いてもらうからね。勝てたらね。ゼロ十ではないだろうけど。俺がこの間言ったやつだね。はあ。おお、アキポ。少しは腕上がったか、見せてもらうよ。手加減なしだからね。これで負けたら400連敗。それだけは。400。数字適当すぎだよ。多分それよりずっと俺が勝ってる。そこはええやん。言わんといてやれや。ああ、そうきちゃう。アキちゃん、落ち着いてやった方がいいよ。おう。はい、俺の勝ち。わお。アキちゃん、相変わらず弱いね。女の子に格ゲーの強さを求めんなよっていうね。あ、わしゃわしゃ来た。あ、ちょっと。ははもっと用意させてくれないんだから。いや、手加減なしって言ったのそっちでしょ。うん。俺でもね、ゲーセンでね、やってる時ね、さすがに女の子と子供には手加減したけどね。一人だけでもすっげえ強い中学生いたけどな。一時期俺より強かったんだよね、そいつ。俺が高3ぐらいの時、中1ぐらいのやつがやってて、すげえ強かったんだよね。いるとこにはいるんだよね。まあ、パターン読んじゃえばねっていう話だけど、その読むまでの段階がすごいあれだった。かかったっていう。綺麗ですね。広いね。いいね。こんな広いとこで春先とか寝そべりたいですね、大の字になって。1600。走り込みとかしたいな。多分すぐバテるだろうけど、こんな広かったら。あ、寝そべってた。なりますよね。おっと、これはあれか、アキちゃんの視点か。あ、懐かしいな。そうだね、こんな感じだったね。ハッチ開け。おお。これがあれですね、歴代ロボ部が作ってきた、ロボットの、
ガンツク。まあそうだよな、やっぱ そこだよね、行き着く先は。やるわ、やり手だわ。女子高生ですよ当時。2019年の話だっけか、俺らの本当の世界がこういう風になる頃にはどんぐらいになるんすかね。言うてでもまあ軍とかは結構すごいのあるけどね、まあ、ロボットとかじゃないけど、個人的にはあの月光のモデルになったビッグドッグとか結構好きですね、あれすごいよね、完全に月光だった。秋は何をやっても平凡止まりなの。あ、ネジや。メンテナンス。まあな。こんないい子いねえよ。じゃあやりますか。カイト君もちょっとぐらい。手伝え。これは警告ではない。抵抗すれば撃つ。ほほ。必殺！頑張るアンクストライカー！ズドドギャーン！やる。むなしい。この場所は時間から取り残されてるんじゃないかって安ニュイな気分に浸ったりしてね。取り残されてるか。
うん。半年か。これが若さか。うん。上にあるのはクレーンかな。うん。クレーンか。なんか引っ張るやつかな。うん。赤い人。おお、すげえ。壮大だ。うん。カイト君のそういえば立ち絵っつうのはやっぱないのかな。うん。なんかね、PV かなんかだと、PV っつうかなんて言えばいいんだろう。うん。なんか見たんだよね、動いてるカイト君。うん。開発段階のあれ的なものなのかな。うん。ちなみにプレステ3版は俺の記憶だと出なかったはず。うん。あ、お腹が。うん。メンテ中。ほら、そこから覗き込まないでよ。パンツ見えちゃう。ヒュー、見たら怒るからね。うん。もう飛んだけで格ゲー中。アキちゃんさ、いつも言ってるけど制服のままで作業するのやめた方がいいと思うよ。うん。だって部室に忘れちゃったんだもん。更衣室もないし、どうせうち以外にここで作業する人なんていないし。うん、だろうな。油汚れ落ちにくいよ。別にいいよ、なんか勲章っぽいじゃない。わかる気はする。やっぱりアキちゃんってずれてるな。そういうこと言う女子高生ってなかなかいないよ。よっと。うん。おお、かっこいい背中だ。チェック終わりっと。お疲れ。うん。何がずれてるって？油汚れを勲章だとのたまう女子高生はさ、そうそういないよ。こんな熱い女子高生いないぜ。のたまうって引っかかる言い方だな。自覚はあるけどね。マトイリュウコかアキちゃんかぐらいでしょ。うん。自分を異質だって認められるのもすごいね。カイは自分を異質だと認めてないの？俺はゲームの腕は変態的だけど、それ以外は至って凡人のつもりなんだけど。そのゲームの腕俺にも欲しいわ。ゲームしか興味ない回は十分変人でしょ。格ゲーって難しいよな。うん。もうなんか本当に格ゲーってやろうとするとね、最終的に知識ゲーになるからね、本当に。知識とね、あの 反応だよね。うん、本当にそれだと思う。俺の好きなキャラはね、まだまだこれから、うん、今はあれか、カイトとアキちゃんしか出てこない。もうどんどん出てくるんでね、うん、魅力的なキャラ多いんでね、このゲーム。うん、うん、そういえば、うん、ピンク？あーでも一章だけだとあの人出てこないかな。うん。
っき色を見てたら改装中だったエブリデイが論争になってたよ。エブリデイいるを。うん、すげえ電話番号とか出る。うん、4月13日、あ、俺と近い。うん、これは後でね、いろいろと使うとこがあるんですよね。だいたいできね。うん、疾風怒涛。うん、とりあえず変身しとこう。うん、ほう、論争か。うん、あ、うん、ほう、なんて便利なんだ。ほう、帰りに寄ってこうっと。 10%。 あ、でも人が殺到してるかもな。ああ、デジ待ちがすごそう。エブリデイが最初できた時もそうだったもんね。ああ、この時ってうちら小学生だったっけ。エブリデイってなんだ。デイリーとかか。エウレカを思い出すね、この名前は。明日も教頭のところに交渉に行くつもり。うん、待ってるだけじゃ何も進まないから。無駄に前向きだね。うん、それだけが取り柄だからね。かわいい。なんてあれだ、汚れのない瞳なんだ。で、カイも一緒に来る？ね、来る？明日は普通で部活には遅れていくから。それは大変ですね。夫婦じゃないですか。うん。15キロか。まっすぐ帰る？アキちゃんはどうしてもコンビニに寄りたいんだね。うん、 B コープでもいいよ。要するに買い食いしたいと。もうすぐ晩飯の時間なのに。で、わかったよ、まっすぐ帰る。うん、体調は大丈夫？うん、平気。うん、うん、なるほど。危ないよね、確かに。うん、ダサメット。おう、うん、じゃあね、カイ、ノッチよ。ノッチよ。バイバイの意味ですね。うん、うん、ほう、合言葉。
なるほど。俺みたいなね、田舎に住んでる人は結構まあ、うん、なんか知らず知らずのうちに使ってるってのが多いですけどね、うん、あ、この言葉都会の人には分かんないんだっつうのはある。うん、まあリンボの実況の時にも言ったんだけど、うん、オーロラか。キャミーのステージを思い出すね。なるほど。まあ何にせよ慣れっていうもんはね、うん、うん、ふむふむ。お、いい空だぜ。うん、おう、いいね。うく。なるほど。おっ、異例商店じゃないか。先に行ってるよ。うん。いらっしゃい。水ね。うん。水川さんですもん。多分俺がこのゲームで一番好きなキャラ。この人超いいんだよね。うん、うん、名物店員さん。あーね、HUG ハグ、うん、うん、ひっそり。すごいね、実際こういうあれがねできればかなりすごいだろうね。なんかできそうな気がするこれは、うん、あれですね、右側にある紫色の丸っこいのはね、後々重要アイテムになってくるもんですね。うん、どうも、今日も綺麗でだな。うん、ハハ、うん、秋は先に学校行ったよ。あいつ私をスルーするとはいい度胸だね。高校生は毎日買い食いできるほど蓄えはないんだよ。せやな、スコールは毎日飲んでるじゃないか。スコール出た、ごもっとも。スニーカーを出したら2本買わせるか。スコールってね、でもね、嫌いじゃないんだけどね、ていうかぶっちゃけ好きなんだけど、売ってるとこ見ねえんだよな。でたまに100均とか行くとあるんだよね、ダイソーとか、うん、あとなんかマンゴー味とかね、なぜか、うん、なんか知んないけど、地元っつうか隣町とかの駅のホームには結構あったりする。で、はい、今日はこれいいのかい。うん、それは用事があるときしか食べないんで。紫のやつですね。好
気で食ってたのかと思ったよ。あんなゲロマズマンを冗談でしょ。カイ、うちの店の商品にゲロマズとか言うな。な。ごめん。わあ。そうそう、ミッチーに言っといて。うん。さっさとプロテイン取りに来いって。プロテイン。ミッチーってこの店でプロテイン注文してんの。なんで自宅に直接送ってもらわないんだろう。さあね、あいつ今回は注文したくせにど忘れしてるらしくて、ちょっとも取りに来ないんだ。それは水香さんに会う口実をですね。勝手に推測して、うん、すげえな。うん、長くかだ。俺の周りっていうか、このゲームをやるまで聞いたことなかったね、この名字は。うん。それ俺に言うんじゃなくて、ミッチーに直接言ってくれない？電話とかで。うん。私はポケコンなんか持ってない。知ってんでしょ。あら、うん。うん、なるほど。じゃなくてさ、店の固定電話があるでしょうか。めんどい。でしょうな。それにしてもこのゲームはよく動きますね。うん、いいね。だからかい、伝言よろしく。うん。うん。おやおや。うん。さてと、ちょうどキリがいいんで、この辺で一旦切りたいと思います。